皆さんこんにちは。70年代に国民的人気を誇った女性アイドルグループキャンディーズ、元メンバーの伊藤蘭さんが2019年に歌手活動を再開して以降、藤村美貴さんへの注目度が急上昇しています。今回は現在の藤村美貴さんの生活、お子様や旦那様について、またその身に降りかかった病についてご紹介していきます。藤村美貴さんは東京都世田谷区出身で、カトリック信徒の家庭の4人兄弟の末っ子として生まれました。藤村美貴さんも子供の頃にカトリックの洗礼を受けていて、マリア・ローザというクリスチャンネームを持っています。小学校から高校まで世田谷区にあるカトリックの学校、聖ドミニコ学園に通っていました。また藤村美貴さんが育った家庭は音楽一家でもありました。父親は岡山大学の教授であり、声楽家としても活躍していた方です。母親はピアノの先生でした。そのため幼い頃から自然に音楽に親しみ、音楽に囲まれて育ったと思われます。実際藤村美貴さんは特別に音楽を習っていたわけではありませんが、自然と音楽の理論と歌唱の素養を身につけていました。1973年17歳の時にキャンディーズの一員として、あなたに夢中でデビューした藤村美貴さん。キャンディーズは3人組のアイドルグループでしたが、芸能プロダクションに入ってからグループを結成したわけではありません。実はデビュー前から友達だった3人がキャンディーズとしてデビューした形になります。1969年の夏に奥多摩のキャンプ場に出かけていた中学生の藤村美貴さんは、偶然そこで伊藤蘭さんと田中よし子さんに出会います。伊藤蘭さんと田中よし子さんは後にキャンディーズを結成するメンバーですね。3人とも年齢が近くて歌が好きという共通点から意気投合し、交流が続いていたそうです。そして1969年、伊藤蘭さんと田中よし子さんは渡辺プロダクション参加の東京音楽学院に入ります。藤村美貴さんも入学を希望していたようですが、この時は両親が芸能界入りに反対していました。1970年になってようやく2人の後を追うように東京音楽学院に入りました。その後はスクールメイツに選抜され、さらに1972年には NHK の歌謡グランドショーのマスコットガールにも3人揃って選ばれました。これをきっかけに3人はキャンディーズとしてデビューすることになります。キャンディーズは年下の男の子、ハートのエースが出てこない、春一番など多くの名曲を抜群のハーモニーとキュートな振り付けで歌い、国民的なアイドルに。グループは絶頂期の1978年に解散しますが、藤村美貴さんは5年の芸能活動休止を経て1983年に期間限定でソロ歌手として復帰しました。この時は金棒化粧品の CM ソング夢、恋、人をヒットさせ、アルバムをリリースしています。この頃の藤村美貴さんはキャンディーズ時代のイメージからガラリと一転して、ロングヘアや妖艶な雰囲気が印象的でした。間もなく藤村美貴さんは結婚しますが、以降は芸能界の表舞台に登場していません。最後に公の場に姿を現したのは2011年に亡くなった田中よし子さんの告別式。伊藤蘭さんとお二人で涙ながらに弔辞を読む姿に胸打たれた方も多かったようでした。2021年に伊藤蘭さんの41年ぶりの歌手活動が話題を呼びましたが、お二人は今でも頻繁に連絡を取り合っているそうで、復帰についてもご本人から聞いていたのだそう。この件で自宅へ取材に訪れた記者には、自分の復帰はないと笑って否定したと言いますから、残念ながら芸能活動再開はまずないと考えていいでしょう。また藤村美貴さんは1983年4月5日に実業家の尾身芳和さんとご結婚されました。藤村美貴さんの本名は尾身美貴さんといい、藤村は旧姓です。前日の結婚披露宴ではザ・トップ10でランクインした夢、恋、人を会場から生中継で熱唱。ちなみに5年前のこの日は後楽園球場でキャンディーズの伝説の解散コンサートが行われた日でした。旦那様については、週刊誌の過去記事には音楽プロダクション企画制作会社社長とありましたが、現在の事業は不明です。
過去にはフォーク歌手のコンサートを企画したり、矢上純子さんらニューミュージックのアーティストの興行を手掛けていたようです。お二人の付き合いはキャンディーズ時代からとのことですから、何か接点があったのでしょう。お子様は3人いて、そのうちの一人が舞台女優の尾身みのりさん。1984年5月30日生まれですから、おそらく長女かと思われます。尾身みのりさんは青年座の劇団員で、青年座公演ほか多くの舞台に出演しており、舞台を見た母からアドバイスを受けることもあるのだとか。藤村美樹さんは当初、尾身みのりさんの芸能界入りを反対していたそうですが、今ではファンクラブもある尾身みのりさんを応援したい親心がうかがえます。尾身みのりさんは、踊るさんま御殿、中井の窓などのテレビ番組に登場したり、海外ドラマやアニメの声も担当しています。最後に藤村美樹さんの病気についてご紹介します。2021年、記者の復帰に関する取材の際は、東京都内の一軒家に暮らし、一般の専業主婦として日々を送っていたそうです。近隣住民の話によると、当時もスレンダーな体型を維持しており、偉ぶることなく、いつも明るく、挨拶してくれる感じの良い方とのこと。自治会の当番で会費を集金して回ったり、朝のゴミ出しで顔を合わせることもあったようです。すっかり普通の主婦として生活を送っていたようですが、2022年夏頃に卵巣がんが見つかっています。最初は腹痛や便秘だけの症状でした。食欲不振などが続くようになり、気になって一度胃腸の検査を受けたそうです。しかし異常は見つからず、服用された胃薬を飲んでも症状が緩和されることはありませんでした。そのまま放置していましたが、次第にお腹にゴロゴロとした違和感を感じるようになったそう。しかし医者に異常なしと言われたこともあって、下に止めないようにしていたそうです。ところがある日、お腹を机に軽くぶつけた際に、とんでもない痛みが藤村さんを襲いました。すぐに旦那さんに救急車を呼んでもらい、婦人科クリニックに搬送されました。エコーで診察した結果は、腹水が溜まっている状態で、すぐに都内の大学病院に紹介状を書いてもらいました。紹介先の病院では CT と MRI の検査を受けました。その結果、卵巣が腫れている状態で、画像で見る限りボコボコとした影が写っており、医師からは悪性腫瘍の可能性がありますが、卵巣は術前の生検ができないので、手術で卵巣を摘出し細胞検査をしてみないと最終の診断はつけられないとの説明がありました。医師からは、画像で見る限りでは顔つきが悪いようなので、境界悪性腫瘍の可能性が高いが、ステージなどはわからない、回復しないと診断が出せないので、もしステージが進んでいたら子宮、両卵巣、大毛、骨盤内のリンパ節を摘出することになります。そうなると大きな手術になりますと、その場で様々なケースの手術法を説明されました。藤村さんは突然のがん宣告に気が動転しており、ほとんど医師の説明が頭に入らなかったそうです。画像診断では9センチメートルもの大きさの影が写っており、破裂する可能性もあると説明を受けたので、藤村さんは旦那さんと相談し、医師から説明があった日から4日後には両卵巣と子宮の全摘手術を受けました。手術を受けて回復したところ、卵巣の中にできていた卵巣嚢腫、成熟嚢胞性奇形腫の一部に分裂速度の速い神経細胞が混じり、腫瘍が大きくなっていたけれど悪性腫瘍の割合が少ないうちに発見できたので、リンパ節までは取らず、両卵巣、子宮と転移しやすい体毛を摘出する術式になり、5から6時間で終わったとのこと。術後はガイドライン的には抗がん剤治療を受ける必要はなかったそうですが、高齢になると再発率が上がるとのことから、念のため抗がん剤治療を1週間受けたそうです。3人のお子さんが全員独り立ちしていたので、ゆっくり病気と向き合うことができたそうですが、そうでない母親はまず抗がん剤治療の選択をしないだろうと、同じ病気に苦しむ若い世代の女性の心配をされていました。2023年現在は一応は経過観察の状態のようですが、辛い抗がん剤治療を乗り越えた甲斐あってか、再発もなく以前と変わらない日常を取り戻したとのことで、取材に対して笑顔を見せていました。
芸能界には戻らない意志は固いようですが、一主婦としてこれからもお体に気をつけてお元気に過ごされてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。